ユルゲンガークラジオ、はい、え前回の更新分で、うん、きっと皆さんね、堀本さんロスが起きたりだと <laughs> 長すぎて挫折した人がいっぱいいたと思うんですね。<laughs> えおそらくですが、6時間。6時間,6時間ぐらいの尺になってるはずですね。そうですね一応、堀本さんに、まだ全然、堀本さん見てないと思うんですけど、うん、どんな内容をやったのか、レジュメしちゃっと見せますね。はははいはい、はいあのジョン エイトピピっていうね、うん、ジョンはピザを食べためちゃくちゃ簡単ですよ。がこうなるよっ、て話す,すごいすごい複雑なツリーってやつですね、これ。これがツリーってやつなですを。 やりましたはあ、なんかそんなめっちゃ簡単な文章なのに、解析するとめちゃくちゃ複雑になるみたいな、ね、そういうことです。で、えっ、ー、と、まあ、なので、多分あの6時間のものを最後までちゃんと見て、うん、そしてかつ理解したみたいな人って、かなり珍しいと、正直思うんですね、うん、そうですね、おそらくコメントで、睡眠導入って書かれるでしょうそうですよねあの、タイトルあれでいきましょうか、うん、絶対に眠れる限定文章入門でいきましょうか。<laughs> <laughs> やる気なしかってなるから。 YouTube でいいタイトルだなと思ったのが<う>、えっと「絶対に眠くなるカオス理論入門」みたいな「へえ面白いね」これタイトルとして面白いなって思って面白い面白いまあ何か,かちょいがちも、ねえー、っと睡眠導入剤使って、うん、ちょくちょく寝ては続きから再生してって人いたらしいからただ皆さんの楽しみ方はいろいろあるとは思うんですが。うん 前のちょいかち言語学ラジオ同様今回もその島村先生の教わった内容を堀本さんに噛み砕いて僕が説明するという回はい、はい、コンセプトになりますエッセンシャル版ですねありがたいねみんな多分途中で挫折したと思うんで、はい、もう今戻ってきていただければバッチリですね,ですねはいただ前回は川原先生に聞いて、うん、川原先生もまあ要はかなり構成してきていたので まあそれをこう要約したような形に近いんですが、うん、今回はその島村先生から伺った話っていうのを要約するだとマジで語る必要はないいと思います <laughs> ま平たく言えば変形規則をいっぱい提案した後に最終的には移動とそれに関する制約っていうところにまあ帰着させたっていう学習あ、うんうん、なるほどちょっと違いま,すかまあそれは GB らへんですかえとそうです、ね、でまあさらにミニマリストでもっとちっちゃくす,、はい、するよみたいな。 話なんですけど、そんなんされても、まあ、基礎がないといけない。あのー、そうですね、申し訳にくいんですけど、<laughs> 聞きたくはない、ね、<laughs> <laughs> そうですよね。まあ,あ、それはね、素朴な実感だと思うんですうん、うん、その、制裁文法って結局、結論だけ取ると、よくわかんないんですよ。うんすね、そういうものなんですね。なので、今回は、その前回のような、要約ではなくて、うん 堀本さんそしてそれから挫折しちゃった人にも、うん、生成文法の研究者がどんなことをまず手作業としてやっているかっていう、要は,は,は,、まあ、はツリーを堀本さんに書いてもらおうと思っているものが、それによってゴールとしては言語って、うん 一次元的にさ並べるじゃないですか単語同時に2つの音を発することあんまりないですね。ただその言語ってのを言語学者がいろいろと調べてみると一次元じゃなくて二次元の広がりがあるんだっていう結論にします危機あるね急に危なかったミニマリストプログラムで移動のルールがなんちゃらって言われた時帰ろうかなと思いましたけどあとスペック TP もやめてこれともないよスペック TP の話多分スペック TP6 時間の時に僕死ぬほど言ってますスペック TP そ時に飲みの飲み チェックされるんですねみたいな話をずっとしてるのでっていうそしてその二次元なんだ言語は二次元なんだっていうのって生成文法の人はもう当たり前のにそう思っているんですね。もうそれはもう人間の言語の基本的なルールというかそうだろうと思ってるんですけど多くの人はそれ届いてないんですよだから文法みたいなのとかも並べているのでなんとなくそこにその二次元性はなさそう。なんか A と B がくっついてますとかあると思うんですよね。だけどそそこななんんか こう図形的な広がりがあるみたいな、ね、見え方してないと思うのでそれが堀本さんに体感してもらえたらゴールというか勝ちだなと思っているんですがだいぶ面白そうですよそれは本当ですかだって今のとこ俺絶対1次元やろうって思ってるもんああ素晴らしい、うん、そうですねまあ大体の方はそうでしょうね、うん で、その手がかりとなる言語ってそういう二次元性があるなっていう手がかりが、うん、まあこれが言語枠あるあるですけど、地味なんですよ。ああ、なるほど。で、今回何を扱うかというと、はいあの、お互いです。お互いっていう単語を扱う。はい、お互いっていう単語、図形なんですよ。うん <laughs> 何言ってうか全然わかんねえな早速あれですかお互いってあの四角く囲まれたあの場所があるからあそこが二次元って話をしてますすげえ漢字見てそうそうそう男いってすげえ二次元だってなったってこと先生部門のいてちょっとバカじゃないですよ考えすぎてわけわかんなくなったとかそういう話じゃないですそうじゃですねでもただこういう言い方すると魅力的になるかもしれないですねお互いにっていうのが含まれた分で人生が狂った研究者がいっぱいいるおーだからフェルマの最終定理みたいな 証明できないものを証明しようとして、人生棒に振るみたいな。はい、そういう感じの魅力がお互いに。にはある。だから、生成文法の研究史って、言い方をすごく魔改造して言えば、うん、ある人間が。 狂った文が何個もある。ああ、面白い、ね。人を狂わせた文っていうのと格闘し続けたのが研究者。だからあれでしょう、ゆる言語学ラジオが最初にバズった。はい、象は鼻が長い。はい。とかも、文章として、はい、文として面白い。そうですね。がが論争を巻き起こした文ですけれども。やりがいがある文だっていう。だ、正々文法で言ったら、まあ、例えばね、あのフライングプレーンキャンディデンジャラスとか、やっぱこういうようなもので、みんなが。<ー> <laughs> ってなったりしていたっていうことです燃える飛行機は飛んでる飛んでるか、飛んでる飛行機は危険にってことと飛行機が飛ぶことは危険だっていう二義の意味出てくるんですけどこれなんだろう飛行機を飛ばすことは危険だってことと飛んでいる飛行機は危険なの二義になるんですけどこいつとかで うわどうしようってなったみたいなるほど。とかがあるんですけど,ど今回はその中でも生成文法の研究室の中でもお互い扱います <laughs> あのえ飛行機の方じゃダメですか<え>お互いじゃなきゃダメあのね飛行機の方はね、うん、ややこしいであそうなんだな,な,んあなるほど基礎がいる<ー>飛行機が飛んでるので基礎がいるから、ね、<laughs> じゃわかんないわかんな <laughs> 飛行機の方が派手そうでさ絵が浮かぶからさお互いよりそっちの方が楽しそうだなって思ったんですけど、はい、ダメなんですね、うん ちょっと今回は「お互いに」の方が図形的な広がりを感じられて堀本さんがとちゃんとついてきてかつ僕がうまく説明できれば感動を味わってもらえるんじゃないかっていう挑戦をしますそしてその6時間の中ではあんまり「お互いに」っていうのの動きの面白さみたいなのにフォーカスして話したわけではなくて1トピックだったんですけどそこを僕がまあ堀本さんが面白いと思うならそこかなと思ってピックアップしたという。 なるほどだからもっといっぱいいろんな話があったんだけどごく一部を切り出してなんとなく気持ちいい形に加工してくれたそうですね数量子の作用域の話もちろんありましたから大丈夫ですあなら本編でお互いの話はなくて小系の話しましたねセルフ系そうですねお互いと自分自身みたいな表現って振る舞いはよく似ていてお互いっていう単語ではなくて自分自身みたいな単語とかでちょっと確かめたんですけどあなるほどということで その生成文法の研究者を狂わせたお互いにっていうのを見ていきたいんですがこの「生成文法あるある」なんですけど、うん、基礎固めないことにはやっぱり感動がないと、うん、でそこが地味なんだいやーしんどいっすねー、うん、あるけどねそれねただもうゆる言語学ラジオで「生成文法ってこういう研究ジャンルです」っていう雰囲気を理解してもらう取り組みはもうやったので今またやってもしょうがないと思うんです、ねはいはい、であの時は島村先生には「英語の用語禁止!」 うんえー、例文は日本語それからツリーはあんまり使うなって <laughs> そんな感じうです、ね、島村先生の翼をもいだ状態で先生に来ていただいたので <laughs> 両手両足もがれた状態で来ていただいたので結果的に堀本さんにはその生成文法のくとなる樹形図っていうものについて全然説明をしなかったんですけど、うんうん、今回ちょっと書けるようになってもらいたいなと思って、ね、ツリーを僕も書く日が来たんですねうそうついに来ましたので、うん、このツリーの書き方を 僕が説明するんですが、僕ごときで説明できるようなものでもないので、横に島村先生が言いましたので、うん、島村先生に教えてもらいながらななあの進めていこうと思います了解です。 ということで、はい、こ,こから堀本さんには樹形図を書いてもらいたいと思うんですけど、うん、ちょっとおさらいしますと樹形図とかってどの程度あの回で話したとかどの程度覚えてますなん,かなんかねあれの話してたよ、えー、とどの言語でもおおむね同じ形になるあ<ー>なんか2パターン X バースよりのところです、ね、なんか左側になんか主部主要部,、ね、主要部が来るのと右側に来るの、はい、この2パターンしかほぼないですみたいな、はい、みたいな話聞いた気がするそうですねそんな話もしましたし、うん、ただ、えー、とそれって 理論がフリーザでいった第3形態のあ第二、うん。 ですかフリーの厳密など渉どでもいいですよどれでもよくない生成文法の中で第二形態か第3形態かっていうのちょっと今僕理解がらしかったんですけどまあ進化後なんですよちょっとそうですねはあはあ X バー理論ってやつは第3形態ですから最低拡大標準理論から GB も使ってたので第2形態第3形態ぐらいですかねでそれをいきなりやっちゃうともうジンマシンが出るのでなるほど うんみたいな話はしません。はあ、そっかあれは積み上げた先の話だったんだ積み上げた先ースを積み上げずにすっ飛ばして雰囲気だけ理解させる。なるほどなるほど。あの言語はブロッコリーって言ってるこいつ何言ってんだってなったやつですね。そうですね。はいはい。ちなみに堀本さんって文ってわかります？文はわかるだろう？舐めすぎだろ俺のこと。文はわかるだろう。ちなみに堀本さんって語はわかります？語もわかるよ。語わかるらしいですよ。単語ってことでしょう？単語。島田先生は語はわからない。語はわからないですか？難しい。え？語とは 何かってやっぱり本でありますかね「五とは何か」って本があるんで本当にあんのありますよ「五とは何か」って最近累計論から見る「五の本質」って本が羊かどうかるけどそうですねだから「五とは何か」はもう分かるって言ったらもう何かもう一流の言語みあやべえちょっとすいませんふかしました分からないっすまあまあまああれもあるよね哲学の有名な命題でさ「コウモリである」とはどのようなことかっていう問題あるよねあそうなんですか知らないですあって知らないですあっ知らないがね 論争としてあるらしい。浮かずに、それはわかるよって言ったら、たらもう、え、お前コウモリであること分かんの? <laughs> 今。今哲学者最先端の議論でも分かんないのにって言われます、ね。そういうこと。記憶に。いいね、そう、ことは何か、もう絶対に分かりませんって言うべきです、ここは。<laughs> じゃあ、もうあれですね、何質問されても、今後の人生は分かりませんって言い過ぎてるらしいですね <laughs>。<laughs> 文は、まあ、そのでも、直感的にわかるとして、うん、句とかって分かります?。 食って結構嫌な。俺くよくわかんないわ。あ、そうです。何名詞と名詞説の違いとかわかります？あ、分かんないっす。あ、分かんないですか？これ一応高校の受験英語レベルの知識でいきます。受験英語レベルの知識を島村先生に改信した結果うーんっていう感じになる。一個前の回があるんですけれども、ざっくり言えば説ってのは主語と動詞を持ってるような感じのえっとまたああ、なんかそのあったキースルーは。だからザインフォーメーションザヒメ はい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 あの高校英語でやりますよねザット説をこう囲ってこれで就職してここ前のや名称就職してるんだよみたいなあれが名詞説そうですだからあれはえっと関係説ってことですよね関係ザットがあ違うえっとザットそれ今同格のザットだからごめんなさい間違えましたね厳しいじゃえっとザインフォメーションジョン Told him とかだったら関係説になっると思うのでだからこれは関係説って何で言うかって言ったら、えー、トールっと,、えー、とジョンがあったので関係説って呼ぶわけですよねうん、うん、逆にそれ動詞とか名詞のセットがないやつは句だと思ってくればいいですななだかザ・ビューティフル・フラワーとかは名詞句ですねはいっていう。じゃああとは堀本さんにまずこんな感じかなっていうので、うん 図を書いいいててみもらたんですねどう堀本さんがの普段30年間英語を使って生活して樹形図みたいに分解していくならどんな感じいくかってものちょっと考えてほしくてなるほどねでも俺ね言うて生成文法の回の時にんとなく分解の図見たから雰囲気は書けるよいいですねじゃあどうしましょう堀本さんは水野を叱ったっていう文があるとしてやってみますか 分析すると良さそうかなーってなるほどっいきなりノーヒントで恐縮ですけど <laughs> 雰囲気でやってみましょうか <laughs> はいまずだから文があるんで、うん、最初 S からスタートしましょうか S が一番上にあってえっと,えっとだからえあなんかこういうことでしょ S あ、え、こういうことなのえこうでしょこうでしょあごめんなさいえっとこれ全体が S なんあこれは全体が S なんで S って1点です分の1000点全体が S なんでなんすとりあえずなるほどなるほどじゃあ分だなってでこいつがどういうふうにできてるかって考えたいんですけどえっとなるほどねこいつが肝だと考えましょうか叱ったってやつねこいつが動詞なので V ですほう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 でちょっと少しだけ補助線を引こうかな S があってこいつが動詞と主語にありますみたいな感じで考えますでここにだから主語はこの文で言うと堀本はそうですねだからここに堀本はが来てこれ動詞のまとまりこの P っていうのは NP と VP あったねなんか生成文法の時に見たわフレーズなのでこいつかなんですよだから P ってやつはそういう動詞のまとまりですっていうこと言っていてもう一回分かれるとなるほどなるほどさっきさ俺さ S って言われた瞬間に主語だなって思ったんで、受験英語のあれだ、サブジェクトだなって思ったんだ。確かに、言われたらそうだね。だから爆速でここ S でしょって、すげえ笑われて不本意だった。笑っちゃって。俺高校受験のあ大学受験でこれやっと気するけどな。それね。そ S がやっぱアルファベット二十六文字しかないから足りないですねって思った。そうで、えっとこの動詞っていうののまとまりがあるんですけど、それがまたこの今だからここですよね。堀本物が消えた部分っていうのがなんか二パ二パーツに分かれてる感じしません？ 水野王とたにいうのは何のまとまりですか何区とまり何何というか例えばこれさ今さ名宿ってしたわけです。NP ってのは名宿なんですけどこれ名詞の堀本っていう名詞なんですのまとまりとして名宿としたんですじゃあ水野王も当然名宿じゃないですかそうですねそう考えていいと思うのでこれが水野王で NP としてであとは 殴った殴って言っちゃってるじゃん <laughs> すぐ殴るんですよ <laughs>、ね、例文あるあるね殴りがちこの前ですね、うん、あの僕この問題を通して学ぶ生成文法っていう本を読んでたら当たり前のに例文で、えーと「ジョンはお互いが殺し合うように説得した」って例文でて <laughs> <laughs> それは <laughs> やめとけよ」って思いました <laughs> あでもありますからね約束のネバーランドとか読んでると「<laughs> 私と君は殺し合うしかないのだよ」みたいなセリフ言うやつ出てきますから <laughs> 違いますあななた同士じゃなくて、うん でジョンは、うん、たその誰かしししらら人をお前たで殺殺って,って <laughs> じゃあそっちかあのデスゲームの司会者側のほ <laughs> あの平和なことやっちゃダメですよっていう君たちは殺し合わないといけないですよっ <laughs>、はい、あったわバトルロワイルにその展開あったわった、ね、平和でいればいいじゃんって言ってみんなが殺し合わなくなったらいや時間おきに1人ずつ殺していきますよっていう<ー>死者が出なかったら24時間ごとに1人ずつ殺していきますよって言って殺し合わせるってくだりがありましたけどねただあれですねこの本の場合はこちらの例文を考えてみようって。 <laughs> サイコパスしかおらんのか <laughs> すごいですねなかなか。まあ、っていうのがあるんですけれどもこれだからざっくりとこう分かれたわけですね。S,、うん <S, えー、S 文がまず動詞句と名でさらにそれが、えー、とこの「動詞句」のまとまりが、うん、えと名詞句と動詞に分かれました、うん、っていうふうに まあ本当は「和」とか「和とかっていうのを扱わなきゃいけないので考えなきゃいけないんですけど一旦これで止めておきますこれがまあベースの作り方みたいな風で先生大丈夫ですかまあそうですねはいじゃあこれが基本的なところだとはいはいツリーを書いてみなさいって言われたけど書き始めたら何にも合ってないからもう全部みぞさん書いて終わらせました僕に書かせるの諦めましたねもっともう一回別の問題ちょっと書けるようになるまで何か考えてもらうんで英語にしてもいいですかじゃあ うん、英語の例文でまた書いてもらってもいいですかうん あれ大丈夫、日本語のほうがいいなって思ったけど、えっとね、生成文法の。ことをなんとなく理解したいなと思った時に、できたら我慢してほしいポイント。英語ってのがあるんですけど、そう、例文が英語なんです。英語で英語の分析を進めているので。なるほど。わしゃ英語は本当に読まんのじゃ、日本語だけで生成文法を極めてやるんじゃっていう水野っていうバカがいますけど。あ、だめだったんですね。そのアプローチ。なめて、なめなめてんのかっていう感じです。あ、じゃあ、僕、先人の、そのうちにはちゃんと学習するタイプなんで。水野さんがもう言って。 無理だったなら諦めて英語でででで大丈夫すすすじゃ何かねもう同じような文にしますけどえっとジョンえーロブズハーとか感しましょうかはいじゃあそれでちょっとツ書いてみましょうまず S この文全体が S だ S だセンテンスだとで俺さっきので覚えたよはいえっとだからこのジョンとラブズハーに分かれんですよ多分いいですねだからこのジョンの部分が えっと名詞ですね。NP まあ N でいいですか？これはもう N P で N P で N P か N P かの選択あるんですね。難しいこれ。じゃあ N P でいきましょう。このコンサル何？これ N でいいですか？<laughs> これ N P です。N P です。 あできましょう、はい、あとさあたまにさあでっかい組織で仕事してるとさあこの水野さんみたいなイラン人い見るような「<laughs> これは N じゃないですかね」って口出してきて、うん、もっと偉い人が「NP ですねあっ NP です, <laughs> います」います <laughs> 僕会社でもそうかもしれない全くイラン仲介者いますよねそうですね直接ね言 <laughs> けばいいかもしれないですけれどもはい、はい、とりあえずジョンが NP、ねはい、でだから,からラブズ・ハーがさっきの理屈で言うと塊なわけでしょ、はい、ラブズ・ハーのところが VP なわけでしょ。いいね。VP。はい。学習がいいですよ。ってことですね。うん。で、VP をもう一回、ラブズとハーに分かれてますもんね。それは習ってないけど、まあ、ラブズになるわけでしょ。はい。ラブズとハーになるわけだよね。うん。で、ラブズってのは、ラブズが V。あ、そうですね。はいはい。V。だから、同志の略ですね。はい。んでしたっけな ?A 単語。バーブですね。バーブ。はい。バーブと、だからこのハーが N ですか NP。NP ですか難しい <laughs>。 むずい。あんまり気にしなくていいですよ、ここは。N. か N. P. かっていうのは大した問題じゃないので、あのコンピューターサイエンスの有名な問題でさ。N. P. 困難っていうジャンル入ってますね。これ P. か N. P. か。違う違う、N. か N. P. かを判別するのが難しいっていう問題だ違います。ってアルゴリズムの無限、有限の時間でなんか解けないなんかの問題です。多項式時間で解決できるかどうかみたいな話なんですけど。うん、その、それだったのかもしれないですね。違います。もしかしたら。あの、しか僕はさっき N. だ、N. でいいですよって言って N. P. ですって先生に言った時に、俺は N. P. のこと何も分かってないなって。言ました ショック受けま <laughs> すいやでもねこれ安心してほしくてコンピューターサイエンスのまだ予想の段階、うん、証明されてない問題で「うん、piznotnp 予想」っていうのがあって。 P って言われるものと NP って言われるものクラスが完全に異なるっていうことはまだ証明されてなくておはい、はい、これとこれ違うはずなんだけど必ずしもそうとは言い切れないのかもしれないみたいな、えーま、段階できてるんで、うん、NP かどうかっていう判別はねまだ証明されてないらしいんで水野さん大丈夫です最先端の人でも分かってないっすさっきカメラ回ってないところで実際ここ NP じゃなくて DP だよって言われましたえ全然関係ないコンピューターサイズの話も 持ってきて混乱させようと思ってたら元から混乱した話だったこれ。あ NP 困難ですこれ。めちゃくちゃ難しいな。そうなんですよ。だから最初に勉強し始めた時はわかるんですよ。名詞だから NP だと。そうですね。それが動詞だから VP だと。めっちゃこれ始めてるんですけど、もう途中からもう分じゃなくて TP だなとか IP だなとかでその TP と IP の CP もあるんだなとか。あもう何も分かんない。あのあんまり厳密性はあの今回重視はしてないので堀本さんに要はこういう ビジュアルを書くっていうことをしていたんだよっていうことを分かってほしかったんです、ね、オッケーですあと今後 CP が出てきた時僕はすぐ CP 対称性の破れの話してやろうああいいですね CP 出てこないです、うん、準備しておきますえっ、ー、出てこないんですか <laughs> せっかく準備しようと思ったのに3時間聞きたいんですよあ <laughs> 大丈夫す <laughs> CP が必要になっ論的ないる <laughs> あとこれ言ったあとで後悔したんですけど俺 CP 対称性の破れのこともんも分かんないわ <laughs> <laughs> 難しすぎて <laughs> そうです、ね、やめましょうその話は応用編ちょっとやってみましょうか、はい、ステップ2みたいな感じで、うん、要は これさ書いてさ何が嬉しいいんかみたです、ね、なのでこれ,が書くこれを書くことによって助かった,話みたいなのえ現この間の解前の,あの X バー理論の話、はい、聞いた時のなんとなくの印象であるのは言語ってみんなめちゃくちゃバラバラなのに、うん、最終的にこのツリーを書くと割とみんな似たような形になって、うん、ほら普遍的な形があったじゃんっていう普遍的な形を発見するのが嬉しい。 だと思ってました。いい理解ですよね。まあそうですかね。<laughs> 普遍文法の一部のね、x バーとかはね、えー、モジュールですから、うん,うん、うんうん、確かにそれはまあ間違ってはないと思います。はい。だからその本それで言語の本質に迫れて嬉しいぞっていう話はいはいじゃないんですか？はいはい 要は先生がおっしゃりたいのはこれ今技術的妥当性の段階だから説明的妥当性の方向で進んでないよねっていうの気になってます、まあまあそこですかね、うん、そこはちょっと一回無視しちゃいますから <laughs> <laughs> 厳密性 <laughs> <laughs> そこのね厳密性島村先生は多分大事だと思うんですけど僕は捨てているもので堀本さんの理解でいいと思いますああよかったです、えっと、あともう一個あるのは、うんえー、この構造を書いてここにその S とか NP とか VP っていうのを 書いていてか、うん、つそれがこれとつながってるって書くと、うん、文の構造が。 意味が引き出せるケースもあるというこれもまた意味を引き出すってはっきり言っちゃうとあれなんですけどでもわかるよさっきの飛行機を飛ばすことは危険だってのと飛んでいる飛行機は危険だっていうそこに立ち入ったら危ねそうって言われても忘れて入っちゃうあもう一個でも有名な例文が正確な元のものじゃなくてあれじゃダメなの赤い頭を赤い頭の赤い魚を食べたね 頭が赤い魚を食べた猫かはいまあでもいいしちょっとじゃあ今から導入するのはまたツリー書いてほしいんですけど「I saw a man with a telescope」っていう「with a telescope」っていうもう一回書きますかはいで堀本さんちょっとツリー書く前にこれ意味どういう意味になりますかこの文の意味と望遠鏡を持った男を見たみたいな感じじゃないですかはいでもう一個意味取れるんですよこれ えっとあもしかしてあれか私は望遠鏡で男を見たそう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 望遠鏡で男を見たって意味になるんですねだから意味が2個できちゃうとなるほどで基本的には意味って1個であってほしいわけよそうですねだけれどもこれは2個意味があるんだがツリーを書くと2通りのツリーになりうる可能性があるので意味が2種類になるんだって説明ができるんですよなんか今んどすることはわかるよどことどこがくっつくのかみたいなのをね,そうでね書いてなくて1位になるんだねだ どうしてくっついてましたし、うん、えっと望遠鏡を持った男っていうのはアマンとウィザーテレスープがついてますよね、うん、じゃあそっちからいきましょうかその望遠鏡を持った男性を私は見ましたという構造ちょっとややこしいんですけど書いてみましょうかウィズとかの書き方は先生にちょっと多分教えてもらえるので、はい、とりあえず、えー、っと同じように S があり <S, S がありでこいつが NP と VP に分かれますと,とあさっきより長いから難しいなまあで,、ね、でも アイソーアマンって言ってんだからアイのところがそうこれが NP ですよね左側にあるで右に分かれたのが VP がくると VP が長げんだな今回多分そうそうそうこれが VP だよねでこの VP をもう一回分かれさせたくってえ前の部分とかだとね VP っていうのは V と適語に分かれてましたよねはいはいはいだから今回だとソーが V でうんここが V ではいえ アマン、ウィズ、うんあうん、なんちゃら感じ。なんちゃらなんちゃらが、またこいつが NP、名詞のまとめなので NP ですね。で、またこのアマンの構造を書かなきゃいけなくなってくるんですけど、なんとなく4とすることがあかるかな。だから、アマンとウィズっていうのに分かりさせればいいので、<laughs> ははははこうなるのか。アマンがあって、こいつが NP で、 ウィズなんちゃら、うん、になってこのアマンがまた NP で、うん、このウィズは前置詞の,のまとまりなので、うん、前置詞はプレポジションというので PP になるんですけどこれでざっくり構造もかけてると言っていいですます<ー>合ってますやった 嬉しいそう素晴らしい才能あるありがとうございますそしてこれはだからこういう構造になってるのでアマンとウィザーテレスコープがくっついた後に「そう」とくっついてるのでうん、うん、だから望遠鏡を持った男が男を見たっていう意味になるそうですねそうですね、うん、これはわかりますねもう一個の方も書いてみますか、うん、なるほどはいはいはいんかね分かってきたよちょっと横に、えー、これはだから望遠鏡でですね望遠鏡で男を見たにするときは多分同じように発生させましょうかじゃあ一回 NP と V に愛、まあ、は決まりじゃんもう愛が毎回書くと大変になってえだからそうなんちゃらなわけでしょそうっすねこっからいけるでえっとさっきのだと「ウィズ・ア・テレスコープ」が「うん、あマンにくっついてたから望遠鏡を持った男で一、うんはい、セットになっちゃったんですよそうそうでも今回は望遠鏡で男を見ただから、はい、見るに引っかかってるのがテレスコープウィズ・ア・テレスコープになるわけですよね,すね、うん、え先生三股分かれさせちゃダメですかこれって やっってもいいすよじゃあ好きに好きに好きにやりますどうでも三股分かれって今言っちゃいましたけど別にそうじゃなくてもいいのででもんかお作法知らんけど僕が素朴に書けって言われたらそうとウィズアテレスコープがくっついてんじゃないこうなっちゃうよああはいはいはいこの一セがまた VP としてまとまりを持っていてでアマンが別なんじゃない こうじゃないですかなるほどね。で5順が出なくないですかそれやったら。うんルールが分かんないん、ね、<laughs> <を> <laughs> だ3、ね、を隠れるやそうか移動させちゃだそのねそうなんですよ。1個 1>、うん、まあ、えー、と将来的には移動っていう概念を導入するのであれなんですがはい、はい、これやっちゃうとな,なんでここ離れちゃったのっていうふうに思われちゃうのでそれはね避けたいんですよ。なるほどなるほど、ねうん。同じようにだからここまではいいですね。もう1回分けるとしたら、はい、えっと。 で、三股で書かない方が良いいや、書いてもらって全然いいですよ。じゃあ、じゃあ三股で書いちゃおう。ああ、これがバラバラだよねと。うんうん。ウィズアなんちゃら。ああ、そうですうんうん。それでいいと。そうと、アマンと、ウィズアテレスコープがバラバラにあるよでだからこれが VP。そうそう。うん。まあ V かな ?VD かな v まあでもいいですよね。V と、 こいつ NP だね。名詞の塊とか全知識の塊だから全知識の塊は PP P ですね素晴らしいうん素晴らしい書けましたできましたはいでだからやっぱ構造が違う内部構造が違うので出てくる意味が2になりますよっていうのがスリーを導入すると ビジュアライズできるんで,す、ね、化できるん、えー、すね見た目全然違いますよね,すね、うん、VP から三股に分かれてしまったやつときれいにこう右に向かってガンガンガンやつスタイルになっているので二股二股る、ね、さっきの、えー、望遠鏡を持った男を見たのパターンはひたすら二股で描けるし、はい、望遠鏡で男を見たの方は三股になって終わったよねっていう違いが明確になった、うん、そうですね、うん、はい ここまで大丈夫ですかそう三股はねあんまり使わないですけど <laughs> そじゃあ一応その島村先生式で書くならどうなるかっていうのもちょっと示しましょうか島村先生式の提案っていうのはどういうことかだったかっていうと <S,、はい、<S, S があってで名詞句がありますよあの主語があって、うん、でこれぱ VP になりますよね、うん、でこいつがもう一回 VP に分かれて、うん、でこっちに PP として WithA っていうのが入って、うん、こいつをもう一回分かれさせてえー、っと 名詞と動詞のまとまりにしたら二股で真ん中が膨らんんでますよ真中が落ちていくような形になるしこれもやっぱり確認すると構造が違いますよね見た目が全然分かれ方が違うので意味の多義性が捉えられて二股で二股しか書かずに書いても別なものになるよねということですね えっと、こういう樹形図を使うと、うん、どの単語がどの単語と結びついてるかっていうのがビジュアルにできるのでそれによって多義性が捉えられるケースもあり。 そして捉えられないのがフライングプレインキャンビデンジャースだったんですけど要はツリー格と一緒なんですけどあそうなんだツリーの分かれ方とかは一緒なんですけど同名詞であることと現在分詞の名詞にかかってるやつが一緒じゃないか正確にはまあでもなんかツリーの形がかなりこれほど変わってはないみたいな似てるのに意味は全然違うっていうのがっていうのでああそれは泥沼な感じするわなんかそうですねちょっとこれ説明しやすいまもややこしいのこれはすごい分かりやすい例なので聞いてきましたよなるほどなるほどとりあえずなんかツリーの威力 分かました私なんとなくここまでは肌感覚としてこんな感じだろうなっていうイメージはあったんで理解しやすいですはいでだからまあ分けて書くのは楽しいんですこれ楽しい楽しいよね楽しいすごいんか分解してる感じがある分そうですよねでんか一個一個順繰りに理解してるなっていう実感も伴うので楽しいんですけどこれにもっと破壊力がありますよっていうのが実はあんまり伝わってないんじゃないかと僕は思っていてということでここでそのお互いにを登場させます まずこの文の意味考えてみましょうか。はい、太郎と次郎はお互いを褒めた。うん。太郎と次郎はお互いを褒めた。なんか褒め合ってるって感じですよね。そうですねここでお互いにってのは誰と誰のことですか太郎と次郎でしょはい、おっしゃる通りですね。うん、で、ここで太郎と次郎,郎の先生はお互いを褒めたっていう文。うん、太郎と次郎の先生にしました太郎と次郎の先生はお互いを褒めた。めた気持ち悪い。うん、気持ち悪い日本語だな。 これ、うん、お互いって誰を指していますか。太郎と次郎の先生はお互いを褒めた。えっと。 自然な状況を考えると太郎と次郎の英語の先生と太郎と次郎の数学の先生がいて太郎と次郎の先生それぞれに太郎と次郎の先生で二人英語の先生と数学の先生がお互いを褒めているみたいな状況じゃないですか OK です合ってる合ってると思いますあのもうちょっと多義的な解釈できなくもない気がするんですけど一つの解釈としてそれがあって何を確かめたかってかっていうとこの時太郎と次郎の先生はお互いを褒めたのお互いが太郎と次郎 である解釈で達成もあのありえますか太郎と次郎の先生はこういうことも言うぞ先生文法の勉強さっき昼飯食いながら水野さんがさ文内省しすぎてわけわかんなくなってきたって言っててそんな状況あるかなと思ったけど俺早くもなりそうなわこれね全然序の口あとおかしくなっちゃあとおかしくな感じでですけど太郎と次郎の先生はお互いを褒めたっていう文で太郎と次郎が褒め合ってるっていう解釈できます太郎と二郎の いやー、俺さっきの解釈にしかならないな。<う>太郎と次郎が褒めてるって解釈できなくない。うんうん それは僕らの実にってでここで考えたいのはお互いってやつは何をさせて何をさせないのかっていうのて結構ずい考えたことない考えたことないけど確かにちょっと面白いねだってさっきの太郎と二郎はお互い褒めただったら太郎と二郎だから出てきてる2つの名詞を指してるのに太郎と二郎の先生はお互い褒めたになった瞬間に出てきてる2人は関係なくなって先生架空の先生2人っていう文に出てきてないやつを想定しなきゃいけなくなる難しいですねこれそうなんですよ 今ちょっとそのお互いにがはい、はい、太郎と次郎の先生にしただけでおかしくなった、うん、振る舞いが変わりましたね、はい、で当たり前ですけどあのお互いは、えー、と太郎と次郎を憎んでるはどう考えてもおかしいですよねお互いは <laughs> なんか変だったそう <laughs> お互いは太郎と次郎を憎んでいる <laughs> そんな言葉ない、ね、<laughs> そうですよねそんな日本語ない,っいになんか それを指すものがあってほしいっていうのは大原則としてありますよねえっとそうですね「太郎と二郎はお互いに」みたいなってなんなきゃいけないから先にお互いが来ちゃったら相当おかしいこと言ってることになりますよでもさお互いに太郎と二郎は憎み合っている変か変か変だなお互いに太郎と二郎いやでもまあいける仲ないお互いに太郎と二郎は憎み合っているはいけなくもないじゃん かき混ぜてる感じですか、これ。かもしれないですね。かき混ぜたらいいってことですか、でもこれ。 まあ、太郎と次郎はお互いに憎み合っているの、お互いに、を、まあ、前に出したと考えてもいいかもしれませんね。あ、でも、まあ、構造を書くと、移動という概念が、じゃ <laughs> ちょっと、置き去りにすんだよみたいき去りにされてんだけど、なんか。え寂しい。いい例、ね、文 <laughs> 出すね。<laughs> いい例文出すね、じゃない、議論が盛り上がりない。まあ、盛り上げ役としておら入ってきたわけじゃないから。<laughs> 確かにお互いに太郎と次郎は憎み合ってる。これいけますね、確かに。うん、これね、この話した、じゃ、ちょっとややこしいので。まあ、じゃ、やめてときます。基本的には。まあ。 そうですよねお互いに太郎と次郎が憎んでる、うん、お互いが太郎と次郎を憎んでるはさすがにキモいので、うん、お互いが主語に来ていて、ね、目的語がそのお互いが指している二人の人物だっていうのはまずありえないと考えていいですよね,、うんすねうん、太郎と次郎はお互いを憎んでいる、うん、じゃないと気持ち悪あるですねそうだからまずお互いが先にあるのはまずいっていう話は抑えた上でだけどさっきの例は太郎と次郎の先生はお互いを憎んでるっていうのは 太郎と二郎は先にあるのに、実際にはそのお互いは太郎と二郎を指していないていうのが奇妙だなていうので、言語学者はもう燃え上がったわけですから、熱いぞ、これって。そしたら、他にも、こんな文、太郎と二郎は、三郎がお互いを憎んでいると知っているっていう文、太郎と二郎は、三郎がメモしますかメモしたほうがいいね、確か文見ないとわけわかんなくなる。わとはかりますさん気持ち うん、何言っっててんだっ <laughs> なるよね <laughs> そんなわかりづらい言葉喋るなって,思ってます <laughs> もっといい文章あるだろこれ絶対 <laughs> えとこれは今ちょっと人気負荷を下げるために言うと、うん、これで「お互い」ってのが「太郎と二郎」っていう解釈ができますかっていうのを問いたくて多分無理だよねっていう前提でなるわけすちょっと待って考えてみろ「はい、太郎と二郎は三郎がお互いを憎んでいると知っている」つまり本当に言いたいのは「三郎って太郎と二郎憎んでるな」っていや 憎み合ってるなってそんなことにはならないですねどう解釈してもそうですよね、うん、でもこれおかしくないですかだって太郎はさほら前にあるからさ太郎と白はさ、うん、前にあるからさ、うん、お互いが別にそれをさせてもいいはずじゃないですか、うん、そうですねうんそうですねだからさっきの理屈から言うとそうでもおかしくない、うん、だけどそうじゃないこれだからあえて無理して意味取ろうと思ったらうん サブロー A とサブロー B がいて、クラスに。サブロー A とサブロー B がいる可能性あるでしょ山田サブローと池田サブローが2人いる可能性あるでしょなんか名字の方も偶然似ちゃったけど、でそのサブロー A とサブロー B がお互いに憎み合っているっていうクラスサブロー事変みたいなやつがあったとして、クラスサブロー事変があったことを2人が認識している、太郎と次郎が。だと、っていう状況だと、太郎と次郎はサブローがお互いを憎んでいると知っていると言えなくもない。 素晴らしい内政ですよねす、うん、めちゃめちゃ素晴らしい内政が効いてると思います。とい,ますということで今確認したかったのは何かというと、うん、お互いにが指す2人の人物っていうのが、うん、そのお互いによりも前にあっても、うん、なぜか文がよくわからなくなるケースがありそしてそれは今堀本さんにもこうやって与えると苦労はするけど、うんうん、おかしいですよっていうのがわかるわけじゃないですか。うんそうですね これなんでなのっていうのが言語学のこの理論言語学の生成部分の中で一つ燃えたテーマ面白ね。いね。熱いです不思議ですね、確かに。で、英語とかでも同様な現象が見られ、うん、確認されていて、うんうん、何これってなった時に、またそこで浮上したのが、ツリーなんですよ。はい、おお、ツリー書けば解決するんですか、これ。ツリー書いてみますかはい、えっと、まず最初にじゃあ、 こんな難しいやつじゃなくて太郎と二郎はお互いを憎んでいるから憎み合っているからいきましょうかあと兄弟が憎み合ってる例文悲しいですねんかいやでも山田太郎と池田二郎かもしれないあそうですねまあ別に関係ないやつかはいあのなぜか殴ったり蹴ったり憎み合ったりしてます例文でもっと愛し合っているとかじゃダメなんですかダメですちなみに「会う」って入れちゃうとまた話変わってくるので憎んでいるんで憎んではいお願いします シンプルなだから多分これが S で全体が S で太郎と次郎はが V あ違う NP すごいねなわけでしょ吸収がすごいな君は S は NP と VP に分かれるんですよねだからじゃあお互いを憎んでいるがもう丸ごと VP として一旦まとまってさらにこいつをまた割らないといけないですよねえっとだからお互いを憎んでいるそうだね お互いをがまあなんか目的の。なんですかね。はい、そうそうそう。あってるあってる。で、だからこの憎んでいる部分が VP。ここが VP ってことですよね。V で ?V ですかあ、ここが V でまあいいよ、全然でも、厳密なのは。で、お互いをが NP だねと、また。名詞だからってことよね。そうだね。はい。 オッケー完璧な3ですこれやったぜこいつちょっと後で出てくるのであの意識はしなくていいんですけどちょっと残しておくとしてダメだったやつ行きましょうかうまくいかなかったやつじゃあ太郎と次郎の先生はお互いを憎んでいるにしてみましょうか今言ってて思ったけどささっきの俺の解釈以外にもこれ取れるね意味どれどれ太郎と次郎の先生はお互いを憎んでいるこれ さっきは数学の先生と英語の先生が憎んでるんだと思ったけど。はい、太郎と次郎の先生。うん、だから太郎君と次郎君の英語の先生。が憎み合ってる場合もあるよね。まあ先生二人いるっていうのは変わらないですかね。あ、いや、えっ、ー、と。太郎は先生じゃないってこと,と。そう、生徒太郎。ああ<ー>、あります。太郎と次郎のティーチャー。次、うん、郎の先生が。二回。その会社がいけるね。もういき。会社だったら。全然いけますね、うん。っていうこともあるな。あ、そうだね。だから多義的な文なので、どういう釣りを書くかっていうのは。<coughs> 確かかにややこしい問題なんでですすがでもさっききの解釈ま先生が2人いるパターンだとすると,、えー、っと太郎と次郎の先生っていうのが2人いるんだけど、うんえー、その2人が NP になるんじゃないの、うんうん、でだから VP に分かれるんですよねあと残りが、はい、でこれ一緒なんで<緒>また同じように NP と VP にしちゃいましょうかお互いをってことですよねはいお互いを NP になって VP になるあ, v に,あ v になって、はい、でこいつちょっともう一回 太郎と二郎の先生っていうのをお互いに「が太郎と二郎」取れなかったんでちょっともう一回これ割りましょうか「太郎と二郎の先生は」を割るとどうなのかさっぱり分かんねえな太郎と二郎っていうまとまりに先生があそうだねそうなんですよね太郎と二郎が多分同じクラスにいて双子なんでしょうねうんうん双子がいてその先生はあー OKOK てことですかねそうそうそうめっちゃいいでこれも NP でこれも NP かなまあとりあえず NP じゃない NP と N そうですね NP と N ですいはい素晴らしいよし完璧ですよしこの調子でもう一個だけ書いてもいいですかけどもこれ書いたら書いてあとで種原ら明かしをしたら心地よい快感があるのでおしいはいもう一個準ダメだったやつ書きましょうかこれか 三郎,と郎はサブローがお互いを憎んでいると知っている <laughs> いこれすごいね難解な文章だじゃあ一回 S を書いて一番上にえー、だからまあこの例文だよってことでいいのか S があってはいで S がもう一回分岐すると「太郎と次郎は三郎がお互いを憎んでいると知っている」<laughs> まあ、うん、まあでも主語は何ですか?「太郎と次郎はですよね」ねはい、だからここが NP になるんじゃないのうん太郎とさすがでどうしようなんですかこの文の メインの動詞はえっと<ん>知っているですかね太郎、うん、とじ郎は知っている,るんだよね、はい、なので「うん、えー」を「知っている」がまとめて VP になっているっていう VP があって、はいだからこの VP が分かれでしょうはいで,で知るの目的語はなんですかえー、サブ三郎がお互いを憎んでいるとじゃないですねだから三郎がお互いを憎んでいるとと「知っている」に分かれるんじゃないですかね どうですかどうしましょうかまああのもうちょっと「と」を無視してまた「S」がくるって思っておいたらそうですねこれ文三郎がお互いに憎んでるって文が来るのでこれが「S」なんだはははは入れ子ですね入れ子ですだから「憎んでいる」っていう文章文が「S」があって「知っている」が「V」になるわけですねそうです素晴らしいなるほどうん ここまで行ったらで、お互いにはどこにあるんだここにあるのか。そこにある、ね。えっと、もう一回ちょっと一応ツリー書いちゃいましょうか。このおたサブローがお互いサブロがお互いを憎んでいるが、また分かれるんだけど、まあ。まあ、間違 S だからね、こいつも V と VP と NP に分かれますよね。うん の中中は三郎がか三郎がいや理解が早くて助かるぜ NP になりお互いを憎んでいるが VP なのかでもう一丁そいつが分かれてお互いを憎んでいるが分かれてお互いをと憎んでいるになるのでいやすごいよく書けるわこんなにツリーをちゃんとやったぜ素晴らしいよ 嬉しいなるほどねこうやって二股がいっぱいできるんだねそうそうそう二股にョきにョきって言ってたもんね水野さんそうこれまだ二股にョきにょきの時代じゃない実際にはあなるほどねでこいつが N で NP でお互いをが NP ですねでこいつが VV ですね憎んでいる OK 完璧ですもうね材料で揃ったんですよこれでほう今んとこ別になんかかけたなあっていうだけですけど種明かしをしますここでこのお互いをがドイツを取れるか取れないかみたいな話をすると 結論から言うとですね、1個堀本さんに必殺技を覚えてもらいます。それがですね、C コマンドです。楽しそう急にゲーム感出てきました。楽しそう。格闘ゲームみたいなね。えっと、省流拳コマンド。英語の C、何の略でしたっけコンスティテュエントですね。コンスティテュエントコマンドです。知らん単語だわ。コンスティテュエント。えっと、これ、島村先生の説明めちゃめちゃ分かりやすくて、僕、今まで読んだ本のどの説明よりも島村先生のやつが、おー、さすが、ありがとうございます。 へーあのかかこの馬の,の構造の中で一回上がって下がるっていうことを。 できるかかどう1回上がって下がったところにあるやつは C コマンドしてるというなるほどなるほどし1回上がって下がるでたどり着けない場所は C コマンドしていないへえあれみたいだね一進党いないみたいな確かに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 かかそうそうそうだねああいう感じ上ることもあるし下ることもありますもんねだから1回上って下がるってことは兄弟とかえっと1進党だよあそうだ1進党ですねああいいだとんだ。ただ C コマンドは1回上がって下がってもいい ので、うん、ああ、そうなんだ。そうすると、だから、兄弟の弟とか妹も。だから、二親等とかも、シーコマンドしたことになるし、その孫もそのもはは日はもう今頃。ああ、じゃあ、無限親等もできた。なるほど。すると、止まっちゃうんですけど、あ、でも、今の、あの、例えば、だからみたいな感じ。文の中にいう兄弟、まあ、うん、その兄弟の子供は、えシーコマンドしていると、いう定義になるんです、ね。なるほど、なるほど。一回上がって、下がった後の、いろんなところ。そうですね。で、それを、えー、ちょっとわかりにくいかもしれないけど。 ビジュアル的に分かりやすいのが、うん、同じ高さかそれより下ってことです。はい,はいはいはい。で、かといって、 同じ高さなんだけど1回上がって下がれない場所の同じ高さのものとかは C コマンドしてないです、うん、うんうんうんなるほどなるほど 2>, 2回早いやわかるよ 2>, <laughs> 2回<早> <laughs> だからそもそも完全に分岐しちゃっててこの分岐した先の中で1回上がって下がってでたど、うん、り着ける場所ってあるけどこっちには英語をたどり着けないもんねうん、うん、この最初から分かれてるところにはそうん、うん、っていう話よね、はい、じゃあそれで、えー、とお互いに解釈できた分見てみましょうか <laughs> さっっき言ったのは先行詞お互いをが したいやつがお互いを C コマンドしているとこいつが意味が解釈できるっていう話だったんですね。とはお互いいを憎んでるの例文で見てみると今この太郎と二郎をこいつ先行してですねこいつが1回上がって下がってまださらに下にお互いをがいるのでこれは太郎と二郎はがお互いを C コマンドしているので解釈できると。こいつどうです えっとさっきの「太郎と二郎の先生はお互いを憎んでいる」っていういあのちょっと意味取りづらかったやつだよね。そうですねでこれはだからあの解釈できなかった分ですけど今ちょっと堀本さん手元の、えー「太郎と二郎の」からスタートして一、はい、回上がります。一回上がって で、下がって、でお互いにたどり着けないですね。<う>最初から分かれちゃってるね。そう、なので、こいつは解釈できない。ああ、なるほど。なるほど、まあ、解釈できないっていうか、あの、意味としてはさっき取れてたけど。お互い、お互い、太郎と次郎を刺さないって、ね。刺さないね。構造上、刺すことができないんだっていうことです。お。 面白いぞ、でしょ。これ面白いぞ。これでわかるんだ。そう。で、こっちのえっと太郎と次郎はサブローがお互いに憎んでいると知っているってやつは。あの気持ち悪かったやつね。はい。ありましたね。これ C コマンドしてるんですこれ。構造上。あ、してるじゃん。これそうじゃん。これ太郎と次郎はこら一回上がってその後下がってって。下に。お互いをあるじゃいいんですけ話違う。お互いを嘘ついたな。話違うよ。いけるじゃん。俺さっきいける行けた行けたら取れるって言ってたじゃん。いやですが。うん。 それで言ったらこいつもシンコマンのシーンですよ。こいつを、あ,<ー>あのサブローがもうお互いをシンコマンとしてて、なるほどでこいつを飛ばして直近のえっ、ー、と名刺に行っちゃうんです。 お互いをはまず目の前に C コマンド NP くーんって言ってのこいつだって言っちゃうので,でサブラは単数名詞なのでお互いを取れないじゃないですかお互いをって2人いるわけだからうん、うん、なので「んんだこの文は?」ってなっちゃって太郎と二郎はまでたどり着かないんですなるほどより近い方の C コマンドが優先されるわけですね素晴らしいそういうことで大丈夫ですかうんあ納得いってない まあ今日はそれでいきましょう大丈夫ですか島村と水野はお互いを憎んでいるんじゃないですか <laughs> <laughs> 島村先生にはこの後と C コマンドされるかもしれないとコーンとされいと厳密性は今捨てていて本当は細かな条件がいろいろあったりするんですけれど今堀本さんに体験してほしかったのはまず C コマンドっていう上がって下がる規則っていうのを使うとお互いをの振る舞いが見れるそしてそれは冒頭の話になるんですけど言語が二次元であることの証明なんですよ。 うん、な,なんでだってこれ、えっと、C コマンドっていうのは線形に、うんえっと、単語を順に並べてそれのつながりを把握するだと理解できないですよ、ねうん、上がって下がらなきゃいけないんではあはは,は本当だねだそうかそうか広いマップを描いてツリーという広いマップを描いてその中で関係性を見ないと 1>,、うん、そう1個の文の中で見てただけだとたどり着けないそう C コマンドだからさっき言ったようにその高さ視覚的な高さと 結構パラレルなんですけど<ー>それは上がって下がるのだから同程度の深さかそれよりも下の深さのものしか C コマンドしてないわけないですからつまりこの構造を書いてこの C コマンドってものを導入すると我々がわーっと喋ってるあれには本当は、えー、と横の展開以外に深さの展開があってそ,うだ、ね、そ深さの展開も把握してないとこれらを説明できないですははーはーなるほど俺最初さ文、うん、は二次元だよって言われた時にさ いやそんなわけないじゃんって思ったんですよ、うん、それはその音が同時に出てこないんだから、うん、その並んでないんだから、うん、ここの縦方向の長さは持ちようがないじゃん、うん、横方向だけでしょって思ったけどそうじゃないんだ1個ずつ言ってるんだけど、うん、1>, 1個1個それぞれ高さが違うんだそう なるほどね、それがこの生成文法の人たちが言語の特に統語、うん、単語を並べるっていうルールを記述していって見つけて、うん、これやべえかもって思った一つのポイントなんですよ。<ー>言語は階層性があるこれを言い換えると言語は高さ<ー>深さがあるんだと。へえ<ー>そ,それに従って深さがあるっていう仮説を導入すると説明できる奇妙な例文はいっぱいあるんだってなるのが島村先生がやられてる研究で言われてることなんですよ。僕ささ、うん、直近さ 謎解きの問題集みたいなやつを友達に見せてもらいまして、はい、その中で出てきたちょっと変な謎、うん、いわゆるセオリーと合ってなくて、うん、こんなん解けるかってみんなが机叩くような謎っていうのを一個紹介してくれたんですよ、はい、それ面白くてさ「A」って書いてあって「上矢印」うん「うん、U」って書いてあって「下矢印」うんうん、でまた「A」って書いてあって「上矢印」みたいなやつが並んでるこれ水野さん見た時何やりたくなりますえーと A の まあ、A の上があるのか分かんないけど、うん、U の下って言われたら次は、えー、と UV ですから V に置よね,しよね当然セオリーではそうやらなきゃいけなくて、うん、そうやるみんなその問題見た瞬間にそれやるんだけどそれやると意味不明の文字列になっちゃって、うん、全然出てこないんですよ。うんはい こなんだろうなーって悩ませるんだけど正解としては A を上に持ってって U を下に持ってってってずらすとワンちゃんの顔になるっていう <laughs>、うん、答えは犬っていう <laughs>、うん、<laughs> すげえむちゃくちゃな問題作ったやつおるなーってびっくりしたんですけど今改めてこの話聞いたら僕びっくりして、うん、要はその。 横一列に言葉が出てきてるんだけどそれには深さがあるよねそれぞれ違う深さだよねっていうことを含みしてただからあれは生成文法謎だったんですよ。 素晴らしい問題じゃない。こいつツリーかけるだけですかあれは。ですかこいつ。びっくりしためちゃくちゃ直近のインプットとつながったと思って興奮したんですけどね。そんなことはないですかね。ないです。そ先生文法の研究でに否定してます、その謎謎が。言いてないだろ。まだ見せたことないだろ、その謎。ただどうです、この衝撃というか。いや、でもびっくりしたよ。で、その、なんてその謎と一緒かどうか分かんないけど、少なくとも、この話を前提にすると、その、太郎とジロはお互いを憎んでいるみたいなやつも、 今まで僕は文書聞いたら太郎と次郎はお互いを憎んでいるって横一列にしか出てこなかったけど、うん、最終的には太郎と次郎はお互いを憎んでいるみたいに高さに差が出て、うん、認識できそうだなっていう気になりましたね、うんまあ、だからめちゃくちゃ物理のこと分かってないくせにかっこつけて言えば超ひ、うんうん、も理論みたいなのって、うん、ぱっと見三次元に見えるものが実はも,、うん、もっと次元が違うなみたいな話ありますよね、うん、でよくく例えで出てくるのは ちっちゃなアリってのは遠くから見ると点に見えるので1次元に見えるんだがはい、はい、よく近くで観察すると3次元になっている、ね、っていう点とか周りは、えっと、横に広がるのに2次元に見えると、うん、言語もそこは同じなんですよみんな1次元のものだと思っているからただ単語を並べていることっていうのを単語を並べたものだと思ってるんですけどそれをよーくつぶさに生成文法研究者が観察すると横2次元ですってす はそうねこれが生成部の威力でござる力でござるござるるこれでもそうだね。 ここれ面白いししの動画テロップ全部座って出まじゃあ横一列に出すんじゃなくて高さをガチャガチャにして単語ごとに上がったり下がったりしながら出しましょうかただその場合もしやるんだったらこの今のこのやつっていうかなり簡易的な験で厳密にやると厳密にやるとその「ジョントピッツァ」っていう文が8段階ぐらいの高さになるんで全部見切ります8段階の高さですごいね 分にするともう何段階に <laughs> 何回かないか <laughs> 動画上は堀本さんはって出したすごい下の方にジョンがって言ってその下全部見切れてるとかにな見づらいですね見づらいですそうなんですだから面白いのはその階層性があるものを我々は発話するときにこう言うとまた誤解に基づいてるかもしれないんですが、うん 身体的な制約から音をマッピングして二次元上に出すことができないので、うん、えと音を出すときに一次元化して喋っているわけですよね。はいはい、ってことは、その帰結として、えー、まあこれちょっと島村先生に怒られることを覚悟で言うと、うんうん、その帰結として文法と音、 にして発話するっていうのは独立して別で、うん、そのガーッと作った階層上のものを音に持ってた時に一列に並べ替え一列にし直さなきゃいけないっていうのも、うんうん、この階層性っていうのを考えてそれと人間が同時に音を高さを高さというかその二次元上に発話できないっていうものと捉えるとこれら独立した機能だって考えたくなりませんかうんえっ、ー、とだからあれだよね我々が喋りたいものっていう話の中ではもう明確にマップがあって、うん 深さみたいなものがあるんだけど、うん、それを喋るときに表現するのは不可能だから、うん、ギュッとしちゃって全部同じ高さに揃って発話されているっていう話そうん。で,、ね、でなんかその言語枠でなんか統合論があって音韻論があってとかやって生成文法の中ではまず語彙項目っていうところから、うん、まあ脳内の辞書みたいなところから単語を取ってって、うん、でその、えー、と統合論に従って一旦構造を作った後にそれを、えー、と意味とか音の。 インターフェってと,ところに送ってでそいつらが処理したものを今喋ってるんですっていうすごい複雑な仮定をしてるんですけど秘訣としてでも分かりなくはないなって思うのは言語にはこういう深さというか。うん 構造があるのでやむを得ない過程だなと僕はこれを聞いて思ったこれあれ似てるかもしれない前雑談会で喋ったけどブルージャイアント似てるかもしれないですほう漫画ブルージャイアント最高の漫画でめちゃくちゃ面白い僕らめちゃくちゃ好きですジャズのね島村先生読まれてます読んでないですかおすすめなんで読んでしまいましたブルージャイアントってさすげえ面白いんだけどさあれ表現したい本来のものはジャズなんですよ 音楽が鳴ってないと本当はいけないのに、はい、それを漫画っていうめちゃくちゃ制約が厳しい表現に落とし込まなきゃいけなくてその結果苦肉の策と言っていいのか分かんないですけど、まあ、音鳴らせないから漫画だとだから音が鳴っている表現として聞いたものの人生が変わるっていう表現をされてるわけですよねだからそれ今の言語も一緒で本当はこういう深さがあるものを表現したいんだけどなーって思ってるんだけど制約があるから音に出した時はこうなっているっていうことですよね。 そうですね。そしてそれをパッと見たときには、普通の研究やってない人からしたら、うん、一次元上の構造に見える、ね。線形になら、線のように並んでるので、一次元上に見える。だけれども、やり込んだ人は、そうは見えていないっていうギャップがあって、 今回はちょっと堀本さんにその言語構造の階層性といわれるようなものを直感的に理解してほしくて、うん、えかなり簡便化した形でまあだからある程度こう間違ってる部分雑な部分もあるんですけれども、うん、島村先生に大目に見てもらいながら堀本さんにそれを体感してもらいましたこれね面白いっすよし面白いやりましたよ先生でい,いよ 始める直前まで、水野さんが、あー、いいのかな、これで、ってすごい頭を抱えてたし、なんかわけわからん専門用語でずっとこれてしてたよね、島村先生。そうですね、C コマンドの時にスコープの話をするべきなのか、なんか、打点誌みたいなやつ出てこなかった。何すかアグラ P。アグラ P みたいなやつああ、そう、フクラ P みたいなやつも出てきった。闇落ちしたフクラ P みたいな名前の用語が出てきまたバインディングコンディションとかですかバインディングコンディション。なんかね、アグラ P の流れで出てきたんですよ。えいな やつも出てきたふくらーみたいなやつと打天使みたいなやつ出てきたなって言ってたけか IP とかもう用語が多すぎて何が用語だと思われてるかもうわからない <laughs>、まああの。いずれにせよ僕が言いたかったことはもうその専門用語の羅列で出てきてるからやばそうだなと思ったんですけど、うん、ちゃんとあの感動ポイントだけ抽出してもらえると、はい、すごく楽しくてありがたいな <laughs> <laughs> すごかったです。 僕にそういうふうにさせられたので、うん、今そのかなり薄まってるわけですよで僕は僕で島村先生に教わったんですけど <laughs> 島村先生がここで6時間かけて13ページのレジュメで喋ったことって、うん、正文法を理解したって言えるものの10程度だってかなりだから島村先生がお話しされてるのも僕ら向けに薄めてくださっている<う>めちゃめちゃ薄めてますよね 褒めをパシンぐらい薄まってる <laughs> もしかして。<laughs> エッセンスかいかもしれない場所な。<laughs> もう原始一個も残ってないぐらい薄まってるかもね。ただまあ言語の階層性って言われるものの、は生成文法の人もそれはあるんだっていうのをう言っているし、うんうん、こういうような形で、えー、と実証しているので、ここについては、えー、とそんなに大きく外してはないはは。いや嬉しい勉強になりましたわ。これね好きな人好きだと思うんですよ。そうだね面白いこれ。パズルっぽいし、うん、そしてその。 取なる分が問題がいっぱいあるのでう、ね、どういう形でクリアするかっていうのを毎日やってるのが島村先生へえ<ー>まあそうですね面白いまたなんか面白かったんで聞きたいんで次回ぜひ闇落ちしたふくらピーの話を<笑><笑>えっア, <laughs> アグラピーア,グアグラピーアグラピ,ーグラピーのとこ俺でも脱落したもんあれ本当にそんな難しいんだ、うん、だってジョン・エイト・ピッツァがだってもう8回想でああそれ,それアグラピーの話に出てくるのそう,そう,そうだからジョンもエイトもピッツァも全部移動してるんですよ <laughs> へー、はい、全部移動した結果な,なんか何もわかんないけど、なんもかんないけど難しそう。そうですね、なんから TP がまず NP と T バーに分かれた後に、<laughs> その T のところに、まあその T の主要部が来て、この主要部の T と NP がまずその核のチェックをして、はい、で、あ,あ、アグリーだねって。わかりました。その話が難しすぎて、話を聞いたフクラ P も思わず闇落ちしちゃったから <laughs> アグラ P ってことですかあの知らんけど、フクラ P パズルというか、わかりそう。なんか、<laughs> フクさんわかるんですか、ね、とか言いそうな気もしますけれども。 だから実際に6時間のところに聞いたときには、まあ、実はこの C コマンドっていうのは僕も理解していたので、うん、島村先生に一から教えてもらってで僕も「うわーすげえ!」ってなったというよりは,は,は,はまあもう,こう所要のものみたいなというか、はい、そんなにがっつり説明せずにそ,それを使いながら話を聞いていったので<ー>もしかしたらそれで戻ったら C コマンドの話はもうちょっと分かるのかもしれないだって C コマンドも今その上がって下がるって言ったじゃん、うん、実際に厳密に専門家が定義してる定義だとどうなるんでしたっけ えーと X、が、えー y、を C コマンドするのは、えー X、を支配する最初の枝分かれ接点が、えー y、を支配している時ですかね。 支配ししてるらいでも言いたいことは上がってそれはそ専門家のものにするとそうなるしなる、ね、僕も専門書で C コマンド読んだ時に全然分からんってなくて何残、うん、っちゃってマジでなって、うんうん、で今回先生にその上がって下がるって言われて結構体感的に理解できたっていうところをちょっとここに持ってきたという感じですね、うん、へえなるほどなるほど、まあ、だからあれですかね プロゲーマー、アグラ P が C コマンドで大会で優勝したっていう話ですかね、<ー>これ、まとめると。<laughs> <ずい> <laughs> あのね、この6時間の時僕ね、1回もタッパーって言ってないん、ね、で、<laughs> <い> <laughs> ほとんど言ってい。いですね。もうやめた。生成文法のクソ例えをやらないくなったんですか、ね、そう,そうあの、ね、生成文法って、うん、科学的な厳密性が売りなので、例えるとすべてなくなるんですよ、うん、それが。<laughs> いやー、それ難しいね。はい、いや、でも、多いもんな、アカデミアの内容で、そういう、例えちゃうと全部失われるっていう話ね。そう、だから、まあ、本当にその意味では、島村先生があの回に出て、 そしてその監修者として出てもらうって、うん、まあ言ったら本当にめちゃくちゃリスクを取っているみい、うんうん。すいません本本当当にに あ,のありがたい事務をないですしいやありがいす楽しくやららせてもらってもっます今回も、まあ、僕がねバカが理解した C コマンドをさらに、うん、あの何も知らない人に教えるっていう、うん、まずいものをこう横で見守りながらカメラが回ってない時には「うーんまあ今回それでええと思います」って何回も言われましたけど、ね、<laughs> 今回ねめちゃくちゃ総計10分ぐらい島村先生「うんまあまあまあいいかな」前の回もそうでした、ね、そうでからねそう先生に「うーんまあとりあえずそれでいきましょうか」って何回もありましたけど、ね、<laughs> しょうがないです、ね本当は 厳密にやってるので、厳密さん知りたければ、6時間の方に戻ってもらうといいと思うって感じです、ねす。そうですね。はい。先生、ちなみに、今回6時間講義し、はい、またその堀本さんに、今回。大きな収穫として、はい、えー、階層性について、ビジュアル的に理解してもらうっていうゴールに、意外とたどり着けましたけれども、先生、今回ちょっと。 やってみていかがでした？えまず疲れました。でしょうね。明らかに疲れてらっしゃるなっていう。すいません。じゃこの堀本さんとの会はもうちょっと喋れたタイプだったんですけど、もう元気がね。もう元気が。すいません。本当に。いやいやもう。でもあのすごい上手に書くなと思ってあの受験ですごいもうすごい身の身髪入いなあれ本当ですよね。嬉しをサクサクこんなに描けるのはねそうすごいなと思います。リスナーはある意味置いてけぼりになってるかもしれないです。ホリモさんでもそんな描けちゃうなら私がみたいな。 <laughs> まあね,ね皆さんもう一回動画止めてね書いてもらったらいいかなーって。うん C、コマンド自体そう書き方さえ分かれば C コマンドは上がって下がるっていうことなのでそうですね、うん、あの堀本さんがそういうふうに面白いと思ってくれたのは良かったなと思います、うん、嬉しいですね,、うん、ね前回よりもなんかより多分正成文法のコアみたいなところを掴んでもらえたと思うので、まあ、コアっていうかまあまあちょっとした正成文法の楽しさをあそうですね、はい、なんか。 これをコアだというなというものを言い。リサン無限性とか、やっぱそういう。なんか難しそう。なんか聞けなかったりするのかな、多分いいですかね。はい、いつか。<laughs> でも、だから、リスナーさんでも、実際に手元に紙持って、これ書いて、あ,あ、本当だってなってくれてたら。めっちゃ嬉しい、うん。嬉しいですよね。そうだね。特に、あの、英語を勉強している高校生とかの人が、うん。 まあこういう風なの面白いと思ってくれたらまあ大学に行って言語枠の授業を取ってもらえたら嬉しいなって思います。うんそうなるといいですね。そうですね。うんうん、はい。まあ学校の文法で教えてくれないようなことがわかるようになるので言語枠やったらなんで英語ってこういう風な規則とか覚えさせられてあったじゃないですか。はい、それがまああの原理的っていうかその仕組みがわかるようになるっていうそれは楽しい。 そしてまあ英語の文法知識が実は日本語でも似たようなとこがあるとかねああいうふうなのが分かってくると、まあ、言語に対するなんかちょっと見方が変わってくるかなと思いますはいはいなのでじゃあ興味を持った学生さんは、はい、あの前の回の時にも簡単になんかこういう本がいいよって最後の方に話したので、はい、それとか見てもらって勉強するのもいいのかなと思います、はい、そうですね、はいはい、なんか昔さ水野さんと企画会議した時にあったよね、うん 予備校の先生が、英語の解説するのに、めちゃくちゃ簡単な文をめちゃくちゃ複雑なツリーを書いて解説するっていう。予備校のノリで学ぶ生成文法ってタイトルで行きましょうって僕が言ったやつですか言ったやつですね。ショート動画で行きましょうっつって。バズるかなって思ったやつね。じゃあ今回はジョンエイトピッツの。めっちゃ簡単。皆さんも教えていきますね。ジョンがピザを食べたでしょそうですね。まず TP がありますね。TP がまず2つに分かれた後に、スモール VP になって、さらにアグライトになって、最終的にウェ VP になったんだけど、VP の末端にあるのはとだから受験レベルとかだとね到底こんな解析しないですけど実はそういうのが裏にあるんだなっていうことが分かった、うん、非常に面白い回だったんじゃないですかね。よかった今回は6時間の生成文法の講義から C コマンドっていう概念を持ってきて、うん、これがによってその言語っていうのは階層構造になっているんだってことをビジュアル的に堀本さんに理解してもらいました。うんうんうん これにて、えっ、ー、と、今回のこのちょいがち言語学ラジオの統合論会は。もうグランドフィナリーレとか終わりになるんですけれども。うんうん、あの、実は。最新理論まで言ってないんですね。ああ、出た、そのパターン。六時間かけて、結局。うん 最新理論の手前で最新理論の話ちょろっと出てきた瞬間に僕が地にそうになったので、うん、<laughs> 諦めちゃった、はい、<ー>ので僕ももうちょっと勉強しないと先生の言ってること分からないと思うのでいつかまた、うん、その多分一通りそり統合論以外のものをやり終わった後にますけど、うん、いつかまた先生に来ていただいて今度こそはミニマリストプログラムっていう超難敵も少しやってみたいなと思ってます、うん、<laughs> ミニマリストだって言ってるのに前提知識は全然ミニマリストじゃないですね マキシミストプログラムですね <laughs> そうなんです。<laughs> <laughs> っていうかだからこのジョン・エイト・ピッツァのこれ、うん、ミニマリストプログラムの初期なんでしたっけそうですねだからこれ全然,、まあ、<laughs> 全然ミニマルじゃない全然、ねまあ、ミニマルじゃないです構造はね多いですけどやってるその操作少ないのでう、うん、そう。ってこととかも本当は理解したい僕 あの生成文法を勉強する動機、うん、島村先生の言ってることが分かってもう少し島村先生のことを知りたいなんでだからその動機で頑張れる気がする <laughs> あれみたいですねあの外国語を上達するための一番の近道はその国の言葉を喋る人と恋に落ちることみたいな感じですねマジでね、うん、生成文法を勉強するモチベは割とあり、うん、<laughs> 島村先生としゃ喋れるようになろうって,って、うんはいうそういえば水野さんあれでしたもんねなんか島村先生と鴨川で カップルがいっぱい並んでるあそこに混ざって座ってなんかすげえ夜中まで喋ったっていうのをツイートしてましたよねああお酒飲んでましたね缶ビールを飲みながら夜先生と飲み始めて途中で「ちょっと僕鴨川で飲んでみたいです」って言って飲んででこの分いけるかこの分いけないかって楽しい話を恋人たちの等間隔のとこに並びながらそうですね恋人たちもそういう話はしてたと思うみんなそんなのしてないよそうですねあとロマンチックな話してるよすいません写真撮ってくださいって言われてでその写真撮って カップルじゃなかったけど男女だったんですよもう終電逃してる深夜とかあいねいいねっていう感じになってで男二人で飲んでるからお二人はどういう関係なんですかって言われたから編集者と大学の先生ですって言ってで言語学の先生なんですみたいなこと言ったら「お僕も言語好きですよ」っておいいじゃんすごい日本語ってヘブライ語と由来が一緒の人らってそれだいぶ怪しい流説ですよね多分ね変な空気になりでしょうよそれ先生がニコニコしながらそういう考え あるんやね。お大人、大人ですね。はい、お前ぶち殺したろうか。かお、はい、が落としたんだ、ね。会 <laughs> っていないですからね。仲良くコミュニケーションしようと思ってそう言って。なるほど。っていう思い出があります。<laughs> はい。ああ、いいですね。なんか、そういうモチベーションで勉強ってはかどるんだなっていう。気になります、ね、そうですね。では、そんな感じで、今回も面白かった方は、チャンネル登録。高評価、感想のコメントとかね、どしどしお寄せいただければと思います。 挫折したけど今回はついてこれたとかね、うん、私もつぎ書いてみましたとかいろいろやってみたことを書いていただけると嬉しいですはいあといつかまた島村先生がいらっしゃった時に聞きたいこととかあればどんどん書いていただければさようでございます、はい、というわけで今回もにしましょうありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたこの本の中身はえっとおなぜ今えっとって言ったんですかあのー、じゃダメなんですか いや,いや、全然わかんないですけどその答えがわかるのがこの本です面白そうですね概要欄にリンクがあるので是非皆さん見てみてくださいね